新倉敷駅は岡山県倉敷市玉島つま先にある西日本旅客鉄道の駅。倉敷市西部に位置する玉島地域唯一の鉄道駅で山陽新幹線と在来線の山陽本線との接続駅となっている。山陽本線は岡山駅福山駅間の快速列車サンライナーが停車する。玉島の中心市街からは北に 2.5km ほど離れているが、 現在は新倉敷駅を中心に新市街地が形成されている。管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として山陽本線の根高駅笠岡駅間の各駅を管理している。山陽本線は愛古家の利用エリアに含まれている。在来線の駅番号は JRW07。開業当時の名称は多摩島駅で、 以来83年にわたってこの駅名であったが、山陽新幹線乗り入れと同時に新倉敷駅と解消され、現在に至る。電報略号は、宿。事務官コードは65万614を使用している。北口南口駅舎全景俯瞰新幹線ホーム、在来線ホーム1階に、在来線ホーム、2階に改札口とコンコース、3階に、 新幹線ホームが設けられている。在来線と新幹線の個別の改札口のほか、相互の乗り換え改札口も設置されている。駅スタンプは、両館様ゆかりの円通寺。新幹線は、16両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する高架ホームである。校内は、博多方向に向かって、左方向に、半径1万メートルの曲線を描いている。 改札口とホームの連絡は階段とエスカレーターのみであったが、後にエレベーターも設置された。以前は改札内に売店があったが、現在は売店後に自動販売機が設置されている。当駅は停車列車の本数が少ないため、ホームの中央付近に空調設備が整った待合室がある。在来線は地上にある 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線のホームと3.4番乗り場の間にはホームのない抽選があり、回送列車や貨物列車が使用している。改札口とホームの連絡は階段とエレベーターが設置されている。山陽本線の旅客列車は主に3番乗り場と4番乗り場が使用される。上りのみ、緩急接続が可能となっており、当駅で サンライナーを待ち合わせる普通列車は5番乗り場を使用する。過去には通過貨物列車の待ち合わせも設定されていた。入線メロディは以前3番線が故郷4.5番線がいい日旅立ちであったが2012年3月9日より JR 西日本標準メロディに変更された。さらに2016年5月12日の運行管理システム稼働に伴い、 駅自動放送が更新された。2016年3月26日改正現在、位置関係としては表口である南口から数えて3.45.12という順番になっている。在来線の運転取扱い上では、3番乗り場が1番線、中線が2番線、4番乗り場が3番線、5番乗り場が4番線となっている。 1975年3月10日に山陽新幹線が全線開通した当時は東京駅博多駅間運転の光が毎時1本停車していた。朝晩時間帯を中心に小玉と山陽区間内の光が運転される場合もあった。1980年10月1日改正以降、停車本数が毎時2本となる時間帯が徐々に増やされた。これは従来の 光加えて新大阪駅博多駅間、小玉が運行を開始したためである。1986年11月1日改正後、山陽新幹線区間の小玉が増発され、光の停車本数が順次削減され、1997年11月29日改正をもって岡山駅での望みと小玉の接続が改善されたため、光の停車は一旦廃止された。 以降、基本的に、小玉のみが、毎時1から2本停車するが、2008年3月15日改正より、早朝時間帯に上り東京行きと、光レールスターが1本ずつ停車する形で、光の停車が復活した。その後のダイヤ改正で停車する本数の変遷を、何度か経て、2018年3月現在では、東京直通の列車が、上下1本ずつ、上り岡山行きの、 光レールスターが一本停車している。岡山県統計年報によると、2019年の1日平均乗車人員は7730人で、ある。これは、岡山県内においては、岡山駅、倉敷駅、中小駅に次いで4番目に多い人数である。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅前にバスターミナルがあり、両備えバス、いかバスカンパニー。 浅口タクシーによって運行されている。2017年5月31日まで、当駅異性の駅は、岡山市社内の瀬戸内地域鉄道部の管轄となっていた。しかし鉄道部制度の見直しで、瀬戸内地域鉄道部が廃止されたため、現在は岡山市社直轄となっている。新幹線の停車駅は、各列車記事を参照のこと。 駅としては開業以来130年の歴史を有し、新倉敷駅への解消後の年数としても46年が経過している。玉島駅併設案と比べると、他の2案は当時の金額で60から80億円の増加と計算された。AB 岡山伊勢は各駅に停車する。新大阪、岡山、新倉敷、三原、広島、小郡、小倉、博多に停車する。 変則的な停車パターン。ありがとうございます。